はい、先日ね、TOKIO の山口メンバーというね、そのタイトルが紙面を賑わしたことがありましたけども、何ですかね、この山口メンバーって言い方はね。次はですね、なんと、山下メンバーっていう言葉が市場を賑わせそうですけども、いかがでしょうか。こういうふうなタイトルになってます。山下智久、女子高生と飲酒ホテルで、ジャニーズ事務所が強硬姿勢で報道封じ。タッキーが封じてるんですかね、今ね。活動自粛命じたスノーマン岩本、手越との違いはということでありますけども、これね、別の記事で写真も見たんですけども、このね、かっこいい山フィーちゃん、ドラゴン桜で私ドラマを見たことがあるんですけども、彼がですね、山口メンバーと同じように まあ、若い女の子にちょっといけないことをしてるんではないかなという報道でございます。記事の方を見てみましょうか。文春オンラインが4月、7日に報じたと書いてますね。女子高生と飲酒ホテルスキャンダル。すごいですね。ヤマピーね。かっこよければ何でもいいんですかね。やってることはなんか、その出会い系で知り合う、親父となんか同じということで。まあ、顔が良ければいいのかもしれないですけども。どうでしょうか。多くは私もね、語りたくないんですよ。なんですか、俳優としてはね、好きな方なんですよね。ドラゴン桜しか見たことないですけども。まあ、でも一本だけでも、結構ね、山下さんですか、ヤマピーって呼ばれてるらしいですけども、なんか別のドラマも見てみたいなって思うぐらいのものだったんですけども、やっぱりね、ジャッキー・チェンと同様、銀幕で見る俳優としてのヤマピーちゃんと、そこを外れて、カメラのないところで演じている、自分自身とはだいぶ乖離があるようですね。でも今回はカメラが回っておりました。まあ、お大仏になるんじゃないですか、これで。まあ、ヤマピーメンバーっていうね、呼ばれ方が、これ、ジャニーズ事務所、芸能界ではね、通例なんですかね。何このメンバーっていう呼び方はね。まあ、面白いですね、なかなかね。面白いんですけども、これでもね、当事者の、この女の子のね、お父さんお母さんの立場になってみてくださいよ、これ。まあ、ふざけるなってことじゃないですか。どうなっちゃうんでしょうね、これね。こんなことでいいんでしょうか。いいんでしょうか。では、失礼します。